はい、どうも、ゆっきーでーす。ゆっきーでーす。今日は、前回飲んだ、僕ビール、君ビールの新しい味、こちらでーす。僕ビール、君ビールのミッドナイト聖人っていう黒ビールかな。ヤホーブルーイングの株式会社、原材料がバクガートホップ。アルコール度数 5.5%。ビアスタイルホッピーアンバー。ホッピーアンバー?爽やかな柑橘系やトロピカルフルーツの香り、喉をスッと駆け抜ける飲みやすさ、ありそうでなかった味わい。ほう。ありそうでなかった味わい。うん、やっぱり黒ビールっぽい。これはちなみに賞味期限は大丈夫です。切れておりません。完璧。ああ。根本はペールエールなんだけど、ほんのりこう、焙煎の、麦芽の焙煎した麦芽の味わい。それでいて、そこまで苦くない。落ち着いた琥珀の色合いからは想像つかないほどの鮮烈なホップの香りは甘くフレッシュな桃を想起させます。軽やかな飲み口ながら口に含むと大胆なホップの香りを支える麦芽の存在を感じることができます。桃?桃は全く、あれですけどね。ちなみにこれは去年の10月の24日から、今日のつまみも電録豆、ローソンで発売。ヤホーブルーイングは2014年よりローソンと共同開発したオリジナルクラフトビール、僕ビール、君ビールシリーズを販売しています。思わずハッとする個性的な味わいと香りで、普段ビールを飲まない20代、30代の若い世代に新しいビール体験を提供することを目指したビールです。
琥珀エビスと、ペールエールと、あとラガーを混ぜたような感じかな。多分味としては、いわゆる琥珀系のその何ビールっていうの、あれは、あれなんてビールだっけ、まあ黒ビール的なやつ、の、その、焙煎風味を、残しつつ、ペールエールの柑橘系の香りがしつつ、そこまでしつこくない。夜な夜なエールほど、その、コクがなくて、風味もそんなに少ない、その、ペールエール。って感じ。あんまり、なんか、言ってるほど、なんか、あれだよね。ビール離れには新しいビール体験をとかって、20〜30代に新しいビール体験を提供するとか何とか言ってるけど、なんか、そんなことを言ってる割には別に大したことない。うん。ぶっちゃけただの、ペールエールと、黒ビールと、ラガー。だからビールの3分の1、3分の1、3分の1で入れた、で混ぜたような感じ。だからそれぞれの個性は残してんだけど、そこまでその、独自の個性は少ないっていうことですね。うん。琥珀ビールってこれどういうビールなんだっけ？なんだったっけ？俺あんまりビール、あれなんだよ。黒ビールって、確かビア、スタウトではないんだよね。あ、シュバルツ。大体一般的なのはスタウトかシュバルツだよね。で、ポーターは俺、そんなに知らない。うん。ポーターって、だいたいさ、スタウトっていうか、まあ、これは確実に、シュバルツなんだよね。これは絶対シュバルツ。しょぼい、濃くない黒ビールみたいな。ポーター。ハリーポーター。ウィキペディア。あ、俺、ポーターのビール飲んだことないかもね。焙煎した茶色麦芽を用いた点が特徴で、焦がした麦芽の芳香とホップの苦さが味わえる。何が違うんだろう。に書いてないんだけど。ポーター。ポータービールなんて俺飲んだことないもんね。あ、
書いてた。ポーターの中でもアルコール度数高いものはスタウトポーターと呼ばれたが、その後スタウトと呼ばれるようになったって書いてある。ということは、つまり、スタウトイコールポーターなんだ。違う。ロンドンポーター。これ飲んだことないかもね、ポーター。ポータービー。ポーターという名前は荷物、運搬人、過去ポーターに好まれたことに由来しています。何が違う？東京ブラックがポーターらしい。これ飲んだことあるね。星空のポーター、これも飲んだことあったっけ？なんか飲んだことある気がするけど。ヘリオス。これ飲んだことある？あー、これあった気がするな。原産地がロンドンで、発酵の種類が上面発酵、カッコエール。で、色が黒で度数は5から 6.5%。麦、ホップ以外の原料がなし。つまりあれか、100%。麦が 100% なんだ。はぁ。なるほどね。まあ、ほとんど変わんねえってことか。ほとんどスタウトとポーターは、ぶっちゃけた話変わんねえってことか。あ、わかんない。何やっちゃう？あ、ありました。ポーターとスタウト何が違うか分からずずっと気になってました。ブログの人。違いを調べてみます。ポーターがロンドン生まれ。イギリス。スタウトがアイルランド生まれ。で、ここが圧倒的に違う。ポーターが麦芽を使用。まあ、ポーターが、あれだ、麦芽 100% なのに対し、スタウトが大麦を使用していると書いてある。はあ、スタウトは大麦を使っている。うん、もう後で言いながら、味が違ってくれ。味が違っている。もう原料が違うから、まあぶっちゃけた話、味も違うってこと。
そういうことや。なるほど。大麦が使われてんのか。まあでも基本的にほとんど加熱ことですね。多分、味もそんなに変わんないんだろう。だからこれは、シュバルツ。うん。シュバルツとスタウトはもう、圧倒的に違うからね。シュバルツの方が薄い。だから風味が弱い。うん。電力豆マジうめえな。まあでも、これは大したことない。うん。大したことない。なんか誇張に聞こえるね。誇張広告みたいな感じ。誇張に聞こえるね。3243です。ご視聴ありがとうございました。